マウントクーサは、オーストラリア、クイーンズランド州ブリスベンのサバーブであるとともに、山の名称でもある。ここでは、山の名称を、クーサ山、サバーブの名称を、マウントクーサとした。クーサ山は、標高287メートルであり、タイラー山地の登録に位置する、ブリスベンの中央業務地区の西部6キロメートルにあり、主要なランドマークであり、 ブリスベン市内から望むことができる。モートン湾周辺を植民地化する以前、マウントクーサはアボリジニのターバル族が生活していた。アボリジニは土着の蜜チから取れる蜂蜜を採集するためにこの山を訪れていた。初期のブリスベンに入植した人々は山頂部が開発された時、一本の大きなユーカリだけが残されたことからワンツリーヒルと呼んでいた。 その後、1880年に、レクリエーション公園として整備される際に、現地の言語から派生したマウントクーサという名称が、ワンツリーヒルという名称にとって変わった。クーサ山の山頂付近のサミット展望台には、カフェやレストラン、土産屋があり、ブリスベンの観光地の一つとなっている。またクーサ山の山麓にある、ブリスベン植物園もまた観光地の一つとなっている。他 市民の憩いの場としてもよく使われ、様々なイベントも行われる。サミット展望台からの眺めサミット展望台からの、ブリスベンの夜景展望台やレストラン、カフェからはシティを展望することができる。またレストランに隣接する形で、式典会場がある。イギリスの天文学者であるパトリック・ムーア日は、1988年に、クーンズランドのトゥーオングの南部にある。 サザン天文学協会のディナーのゲストスピーカーとして招かれ、展望台で南半球の星空について夜間に講習講座を行った。サー・サミュエル・グリフィス道路は展望台、カフェ、土産屋やレストランなどを含む観光用周回道路である。空砂山のふもとから展望台への道路はブリスベン大都市圏や地平線を望むことのできる道路であり、 また、急瞬で曲がりくねっている。マウントクーサ保護区は、JC スローター滝などを含む1500ヘクタール以上の寒木地帯からなり、多くの野生動物が生息する。マウントクーサ保護区は、ダギラー国立公園と隣接しており、合計で2万5000ヘクタール以上になる。マウントクーサ植物園の日本庭園1974年のブリスベン洪水の際に、 ブリスベンシティ植物園が水没したため、植物園の機能をマウントクーサの山麓に移し作られた植物園である。クーサ山のふもとにブリスベン植物園があり、園内には熱帯性植物の温室やトーマスブリスベン強プラネタリウムがある。ブリスベン植物園はマウントクーサ植物園も呼ばれる。マウントクーサ周辺にはいくつかの遊歩道があり、そのうちの一つには 現地のアボリジニに作られたアボリジニアートが展示されている。これらの遊歩道の難易度は様々であり、階段や急峻な斜面もある。マウントクーサ周辺の遊歩道は気候や地形が似ているとされるパプアニューギニアのここだ道を歩くためのトレーニングの場所としてもしばしば使われる。2005年11月20日にマウントクーサの遊歩道の一つであるカラワン遊歩道が 第二次世界大戦中のここだ道を交軍したオーストラリアの兵士に敬意を表し、ここだ、トレイルと名称が変更された。第二次世界大戦中、この山はオーストラリア空軍及びアメリカ海軍の基地として使われていた。膨大な量の弾薬庫や12万トン以上の爆発兵器の一時保管庫として利用された。夜間には、 敵機の目を避けるために展望台付近はサーチライトで満たされた。マウントクーサ森林公園やキャップクリーク保護区の西部はブリスベンのマウンテンバイク乗りに知られた場所でもある。ブリスベン市により世界に通用するマウンテンバイク用の道路が整備されオフロードサイクリストに対しレクリエーションの場を提供している。これらのマウントクーサのマウンテンバイク道は国際マウンテンバイク協会の 難易度投球付けシステムにより、投球が割り当てられている。マウントクーサの多目的道は、マウンテンバイク乗りへ難易度の低いコースも提供しているが、一方で、勾配が多くある。多目的道は、馬や歩行者、サイクリストなどに利用される。また毎年、オリエンテーリングが行われる。クーサ山の山頂付近には、ブリスベンの放送局である SBS、ABC、10、 9、7などのテレビ放送等がある。ザギャップの一部にテレビ等の一部が位置する。また多くのブリスベンのラジオ局もまたクーサ3から放送している。クーサ山及びマウントクーサにはトランスリンクによって運営されている公共バス、もしくはブリスベン市によって運営されている観光バスにより行くことができる。展望台付近の駐車場は限られている。ありがとうございます。